決まってるだろう。神はそんな波動なんかの影響は受けない。Yeah, Monster Hunter, I'm gonna tackle tomorrow for a single player story. まあ、この謎の波動をなんとかしない限り、悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って。今、各地の様子を見に行くって、みんな外に調べに行ってるの。 And I'm what you call it. I just did the challenge for Rashid in Street Fighter V for the second part of the costume.動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。Fortnite, I'm gonna get on PC. Cause I'm shooters, I gotta do the mouse and keyboard thing, unfortunately.今までで最大のピンチじゃない。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし。 So I'm linked to Goku right now. Very good. なるほど。そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね。 Oh, okay. I got you. 調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど、僕たちは手伝わないよ。Beerus, please. そんなこと言わないでよ。おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが、僕たちには関係ないことだ。困っているなら、悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まあ、あんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで、私たちに協力してね。よろしく。But Tien is actually pretty good. Everybody is pretty good. It's just character roles, really. Hell, I play Ginyu, Nappa, and I'm trying to find a third.Okay. Can I just go anywhere? Right?Yeah, Ginyu is mad fun. I was like, yo, he's actually ridiculous. And plus, I have every right to blast the Ginyu Toku Sentai theme song. Oh, ita ita. Yep, ura no ki ni niten no ga iru na tte omotta kendo. Dai seikai da.やっぱ驚いたか。そいつオラにそっくりだろ。難しいことはよくわかんねえけど、そいつクローンちゅんだってよ。他にもそいつみてえな偽物がいっぺいて暴れまくってるらしいんだ。見た目が似てるだけじゃなくて本物と同じような技も使うんだ。オラも自分と戦うなんて初めてだから、なんか変な感じがするんだよな。勝てっかどうかは戦ってみねえとわかんねえけどさ、オラと同じような技を使うんだったらこいつとの戦いもいい修行になると思う。Alright, we fight now. そういうわけだから
まずは目の前にいるあいつをやっつけようぜ。I love the animation work for this game. And to think it was announced after Evo, like right at the end of Evo, like that was ridiculous. Are you ready? Okay. Oh, my bad. すんげえな、もうコツつかんだんか。まだまだ。なんかスーパーガーシー。レベルかな。よし、次はこれだ。いい感じだ。最後だ。いきれてやるよ。ナイスキャンプ。Okay. Dun, 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 dun. Give me all the Zenny. I want to get all the colors and stuff. Oh, chapter 3. Cool.おかえりなさい。いきなりソン君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、ソン君の中にいるあんたも頑張ってるね。そうそう、ソン君にとってもあんたにとっても朗報があるの。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められたソン君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えばいつものソン君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい。Old school transformation sound effects. This is so good. ん？ほら、急に出てこれるようになったぞ。やったわ、成功ね。でもダメだ、体が重てえし、全然力が入らねえ。やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ戦うのは無理みてえだ。中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえんか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。ああ、忘れてたって。ソン君らしいわね。それじゃあソン君の体の中にいる誰かさん、とにかく今の状況だとあんたにはソン君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつみんなを助けに行くわよ。おっ、だいぶ弱ってっけんど誰かの木を見つけたぞ。クリリンだ。早速助けに行くぞ。ルルルルルルル。Time to begin!
よし修行始めるぞ。まだまだいい感じだ。まだまだやるじゃねえか。まだまだよっ。ほらもううかうかしてらんねえな。最後だ、息入れてやるよ。やるじゃねえか。Yamcha! A fierce showdown is about to begin! Get all the level ups. Be greedy. It's good for you. Still trying to get that basic bread and butter down though. Just a little tedious. And Piccolo. And now we get greedy with the experience points.